ギャルモデル、ゆうちゃみ、こと古川ゆうな、21、ゆいちゃみ、こと小川ゆいな、18、の姉妹が2日、フジテレビ系、ぽかぽか、月曜から金曜前11、50、に出演。ギャルの上下関係について語った、ゆうちゃみは、みんな焦るくらい厳しいと思います。挨拶しに行いかんかったら裏に呼び出される。先輩がメイク中でも駆け寄ってよろしくお願いしますって言わないとマジで裏に呼び出される。誰もいない静かなところに呼び出されてキレられる、と告白。まる、最近のギャル事情は、今の時代はお母さんがギャルで娘がギャルになっていくパターンが多い、と説明し、妹のゆいちゃみは、お姉ちゃんとママにめっちゃ厳しく教えられた、と明かした。ゆいちゃみはヤンキーとギャルの違いについて、ヤンキーはコンビニの前に溜まりがち。ギャルはドンキです。また、ゆいちゃみはギャルの憧れについて、神様が若月、千夏、さん、藤田、ニコルさん。若月さんは今でも根はギャルだなと思ってます、と尊敬の念を明かした。